経済的余裕と技術進歩によってもたらされた絵画の革命だったんですよ。印象派っていうのは悪口なんです。アート界のチャレンジャーだったんですよ。キリスト教の絵ばっかり描きたいわけじゃないし、なんせあの先輩たちに認められてなくたってさ、俺たちは信じてんだよ。これが美しいって。それを自由に発表させてくれよ。 どうも、中彦です。さあ早速いきましょうエクストリーム偉人伝印象派とゴッホ編 <laughs> ひまわりありがとうございますさあ、まあ、ゴッホといえばひまわりですよねまあねあのー、これねゴッホを語る前に印象派とゴッホ編ってしたのはですねそことの流れも込みで面白かったからなんですよ印象派って言われるとね えー、皆さんどうですかって言われたらちょっとえー、っとってなっちゃう人多いと思うんですよそれぐらい印象派っていう言葉なんかアートっぽいなとアートの中でよく聞くけどなんかアートって苦手って思っちゃうのはその印象派とかって言われるとよく分かんないってなるからだと思うんですよねでもねそれ一体何なのかっていうことが分かれば印象派ってああこうだよねと理解さえすればですね難しいことないんですよ。所詮は絵です <laughs> 見ればいいんですからねっ、まあ、別にその絵が悪いってことじゃないですよ絵だから理解できるもんなんですよ楽しむもんなんですよ難しいもんなんかじゃないんですよだからそれを今日はねバーッと説明しますいかに楽しいかめちゃくちゃ面白いですよもう時代の息吹を感じられますねこの印象派はなんか堅苦しいと思ってる人そんなことない印象派ってのはねすごい新しくて活気のあるやつらだったんですよ それが面白いんですね今回の参考文献こちらさあ最近ハマっているペンブックスでございますね印象派まさにですねおおオシャレですけどねさあそんな中でですね印象派っていつ頃の話なのっていうことなんですけど19世紀とね、だから1800年代後半ですかね印象派というのが現れましてそれがですね、もう皆さん聞いてことなるモネとかルノワールとかセザンヌ、マネとか、ゴーギャンねセザンヌ展始まる CM ありますよねなん, <laughs> なんかありますよね CM よくね。んかセザンヌとかルノワールとかモネなんてのはね何回転覧会やっても大人気なんですよ。日本人も大好きなんですよ。ねそういった人たちが一堂に会してこの印象派という一個のムーブメントを作り上げたという時代なんですね。ですからまあ、その 15世紀とかのイタリアルネッサンスのダ・ヴィンチの話をしましたけどもそれよりだいぶ後のお話でございますねじゃあどんな特徴があるのね特徴があるんですよねその時代を映しているんですね時代の映し鏡ですあとはねまずはテーマが新しかったあ,あどう新しかったの自然と市民を描いてたおおそれの何が新しいんですか今となってはね 絵描いてくださいって言ったら何描いてもいいですし学校で何かね美術の時間って言ったら外出て普通になんかね街の絵描いたり外のね木描いたりするのって普通でしょでもこの頃の美術ってね特別なもななんですよなぜなら金かかるから画材も高いしねえでしっかりしたものを描くって言ったらいやまあ撮るに足らないものなんてね描いてる場合じゃないんですよ。だから、らそれまでののアートってのは言って言たら キリスト教の世界ですよね。キリスト教の聖書の中の世界をこの現世の人に伝えるべく、カトリックの布教に役立つような、すごいね、キリスト教。神様ってこんななってんだっていうことを言葉が分からない人、文字が読めない人にも伝えるべくですね、絵を描いていたキリスト教画っていうのがあるわけですよね。そしてその中からでもですね、さらにこう、ちょっと人間味を帯びさせようとしたのが、あの、 ルネッサンスのダヴィンチだったわけですよね。それまではのっぺりしてたんですって、ルネッサンスって何がすごかったかというと、のっぺりして描かなきゃいけなかったんですって、なんでかっていうと、それであの人間的な表情があったら、神ではないと。神っぽさっていうのはね、その神聖さっていうのは、そのふざけてはいけないから。笑顔とか人間っぽい表情ってのはおかしいでしょっていうのを、いやいや、そうじゃないでしょって。 ね人間っぽさっていうのはまた魅力じゃないですか、ね、のっぺりとして同じ角度ねだからそれをルネッサンス以前の宗教があってぜひねご覧いただきたいんですけどもみんな同じポーズでですねみんな同じ角度でですねなんかね「<laughs> 天使の図」みたいなのすごい怖いんですよ。ねそれはのモナリザみたいにねまるで生きてるかのようにあ人間の質感を描いたルネッサンスということなんですよね。 あ人間らしさの再生ということでルネッサンスがあったんですがやっぱりあのダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチでも描いているのはキリスト教の絵か貴族から依頼された肖像画ねそれが全てだったところがこの時代は自然というものを生き生きとテーマに描くようになり貴族ではない一般の市民の生活を描くようになったなぜか余裕ができたんですよ市民に 産業革命以降の世界なんですよ産業革命によってヨーロッパには大きな豊かさがもたらされたわけですよ。それによってですね、市民たちに余暇ができたんです。暇な時間ができて。ゆったりですね、公園でこうね、あのー、過ごしてみたいですね。水浴びをしてみたいですね。なんかダンスをしてみたいですね。そういう市民たちの生き生きとした、そういう風景が描かれた。そしてそれをですね、描こうという流れが。 生まれてきたんですねこのね、産業革命と技術進歩によって技法も変わりましたね。それらは、総理に関わってくるんですよ、ね、チューブ絵の具ができたんですよ何がすごいのとチューブ絵の具なんてもう生まれた時から我々ありますよでも、あれが発明だった時代があるわけですよはあ。それまでどうしてたのてね。顔料というね、その塊色の塊をですね、砕いて油とか水で溶かして、それでこう塗るという そういう、いいくさい時代ですよね。それだからこそ外で描けなかったの映画皆さん外でちょっと気持ちいいところで、ね、色を描き絵描きましょうっていうのはパレットにチューブ絵の具をのせれるからですよ顔料の束持ってね <laughs> ちょっとなんか、何かぬらすタパタパタパみたい <laughs> 無理ですよねチューブ絵の具によって外に出れるようになったんですよだから、自然を 見たた。まま描けるようになったそれまでは見てですねんあれ <laughs> こんなんだった。<laughs> 思い出して描くという感じだったわけですねそれがこう見て見ながらに描けるようになっただからですよあんなに印象派のこのルノワールとかモネの絵っていうのはキラキラしてるイメージがあるでしょ光がねすごく生き生きと描かれてるのは外に出たからなんですそれは、経済的余裕と 技術進歩によってもたらされた絵画の革命だったんですよ。はあ価値観も変わりました技術が変わりましたそれによって絵の中にまばゆい光が入ってきたんですね。ふわうわ,ぁうわぁこんなに世界は美しいというねルノアールモネンねありますそして更に面白いのが日本ブームがこの時ヨーロッパに到来してたんですよ。はあ日本ブームがなんで急に 実はこの時パリ万博が開かれたんです万博というものの始まりもまさに産業革命の賜物でしたよねこれイギリスの歴史やった時にイギリスはこんなにすごいんだぞということを世界に知らしめるためにねビクタリア女王忌にですね万博やりませんかとそれまでもですね小さい博覧会っていうのはねそのヨーロッパの中でとか国内でとか好評を博してたんです万国博覧会にしたんですね万国に見せつけても余裕を ああるるぐららいででですすすね、ねね財力とです、ね、技術があるからなんです、ね、それを見せ始めたそのロンドンの万博があってその流れでパリ万博が開かれてそこに日本が出展するんですよ。ねえ時は1867年おっ1867年というのは私が日本史の中で覚えておくべき年号10個ぐらいの中の一つなんですよ。 出ましたね。1 8 6 7年どういう頃か一夜むなしき大政奉還そうなんです江戸幕府がまさに終わる年ちょっと待ってつながってきましたよ江戸幕府が終わる年にパリ万博に行った日本人いますよね私その授業したんですよその人こそが渋沢栄一だよねえ渋沢栄一がやってまいりましたあの渋沢栄一って元々は尊皇攘夷の志士だったんだけれども なんか、まあ、そのひょんなことからねその慶喜の徳川慶喜の方のね部下になりましてまあ、部下になりますなった後、いきなりその慶喜が将軍になって将軍になるって言ってねそれまで倒幕じゃとか言ってね尊な攘夷じゃって言ってたのでねあの、将軍側にいつの間にかなってましたっていうねでお前もうその、万博見てこいって言われてで、万博行ってすげえ 世界はすげえって言って帰ってきた時に幕府が滅びてるって <laughs> と,んとんでもないですねこんな紆余曲折あるのということを話したんですけどもまさにねここでですねつながるんですよ世界と日本がね渋沢栄一がうわすごいなパリはこれを日本に持って帰らなきゃそこで見た株式会社というシステムを日本に持ち込んで日本の経済がその後発展するんですがヨーロッパはヨーロッパで日本面白い なってたんですって。逆側から見ると面白いですよね。これね、パリ万博。ね、この江戸幕府も出展してたし、薩摩藩とかもね、出展してたよなんて話もしましたけれども、そういうのを見てですね。日本中面白いですね。これなったわけですよ。<laughs> 何すかこれね浮世絵が出たんだよ。浮世絵ってあの江戸の後期の文化でね、写、えー、楽とか北斎とかね、歌丸とか、ものすごい面白いわけですよ。なんで面白かったかっていうとね、それまで、 あのののダ・ヴィンチの辺りから、遠近法っていいうものをすごい意識しししたでしょ遠近感が大事なんだぞ、ね、遠近法だって言ってたのに浮世絵ってね版画でのっぺりしてるんですよ。ねこの歌舞伎のね役者の大首びえっていうのもね全部のっぺりしてるわけだけど色彩は鮮やかなんですよなんだこれは色彩は鮮やかでちょっとのっぺりしてるそしてここで描かれてる者たちっていうのは普通の人々なんですよね 江戸の町の人々なんですよ。面白いじゃないか、これは。ね。しかも描き方もですね、ちょっと高いところから見下ろした江戸の橋と人々とかでよくあるじゃないですか。そういうですね、この位置からの視点で描くんだとか、全くですね、ヨーロッパの文脈と違うアートがここで入ってきて、ファッションもそこで入ってきて、面白いってなったわけなんですね。それが、 混ざっていたのが、印象派なんですねこの印象派っていうのはね今でこそすごい人気のあるねグループですよ印象派って、あの時代ですよモネ、ね、ル・ノワールなんつったらみんなね並びますよ美術館ねっていうちょっとこうなんか権威的なものだ、ね、と思ってるでしょ印象派を知ってますかなんて言ったらね <laughs> なんかあの、印象派が好きなんです私はみたいなねなんかそういうマダムの感じですけどもそうじゃないんですよ。彼らはね 若手だったんですよ。アート界のチャレンジャーだったんですよ。この印象派というのは自主展覧会を起こしたグループなんですね。この自主展覧会を起こすっていうことがですね。まあ、ちょっと反旗を翻している状態なんですよ。なんでかというと、その頃は美術界はですね、サロンと言われるですね、そのもう美術界隈っていうのがありまして、そこの中で出品して、その偉い人たちに おう君たちいいね」って言って入選したら貴族たちのパトロンが来たですねなんかいい人たちいるんでしょうなんつって <laughs> ああ彼が新人でね我々のお墨付きの新人です彼を使ってやってくださいなんでってね <laughs> じゃあ彼に一枚所属はお願いしちゃうかしらそういう世界なんですよもうねその貴族たちお墨付きのそのねこのサロンがあってその大御所たちが認めた若手その若手に パトロンを紹介するというこの一つの強固な既得権益ができてたんですねそれに対してあの大御所たちに認められないアートはアートじゃないのかこういう集団だったんですよ。 俺たちの描きたたいもんがあるんだよ俺たちは貴族の称号像画ばっかり描きたいわけじゃないしキリスト教の絵ばっかり描きたいわけじゃないしなんせあの先輩たちに認められてなくたってさ俺たちは信じてんだよこれが美しいってこれが新しい時代を作るって信じてるからそれを自由に発表させてくれよっていう集団だったんです。ねえそれで発表した第1回そのモネの絵というのが「印象日の出」という絵なんですね。 もうね、印象派といえばモネなんですよ何でかっていうと印象派というこのグループムーブメントの名前の由来になったのがこのモネの絵だからなんです、うん、印象日の出というタイトルの絵が出ましたその絵はですねこの港町のね海がファッとあってそれがこうちょっとグレーぼやっと,ぼやっとしてるんですね、うん、そして向こうにオレンジ色のアサヒがポッと登ってるそういうですね絵なんですおぼろげな。 はあ、いい絵じゃないかっ我々にも分かりやすい感じでですねいいねって、我々は思いますよ、ね、でもこのぼやーっとしたね言ったらくっきりと輪郭を描いて線をたくさん描くようなものではなく、ね、絵のタッチ、ね、油絵のタッチをもうこのそのまま描くようなもう筆を濃く、ね、描いてそれを塗り重ねてこう光と水の揺らぎを表現するようなその絵っていうのはね まさにね、このモネのその後を決めていくんですけどこの「印象日の出、ね」第1回の主役ですよどう評価されたかねなんかよく分かんねえなーって言われたんですよ <laughs> まさにこんなものはタイトルの通り印象でしかないこんなものは絵じゃないって言われたんですってねそのねその評論家たちがねわざ見に来るわけですよね 何やら新しい催しを始めたようですねどれちょっと見させていただきますね <laughs> 印象日の出んだこれはこういうことですねなんぼやけてるなんかが <laughs> なんかぼやけてる <laughs> なぜこれを <laughs> 印象でしかないもう、もう悪口だったんですよ印象派っていうのは悪口なんです印象でしかないものを書い,いて喜んでるやつらというグループだったんですよはあとねでクソ酷評かと。ね で,で書いても現れないわけですよ評論家に酷評されてるからなんかなんか新しいグループが始めたらしいけどなんかあんまりだったらしいねとかねそういう評判立てられてですね売れないとくそーどうすんだってもう一回やるぞねその翌年ね来年翌,翌,翌年か翌,翌年ねまたやるわけです第2回そしたらね今度はねモネが書いたのがまさに日本なんですよラ・ジャポニーズこれも面白い絵ですよね 鮮やかな赤い着物を着た白人女性の絵なんですよ。がうちはを持っているというですねすごく面白いんですねあの日本のねカルチャーを知って更にそれとですねヨーロッパのこの雰囲気を足したんですラジャポネス、面白いなぁと私も思います美しいと思いますねその上でルノワール来ましたよルノワールね陽光の中のラフこれねラフなんですよね 裸の女性なんですよ。だけどいわゆるあのルノワールの美しい白い肌の女性がキラキラとですね日の光を浴びているそういう感じねこれがねこれでどうだって我々思いますよ綺麗じゃんってルノワールっつったらこれでしょうよえっ、ー、モデのラージャポネーズ面白いじゃんどうよって思ったらね酷評されてしまうんですねこのねルノワールのこのねラフを描いてるこの感じの中にですね要するにまあ,あの光のね 感じを肌に投影するためにですね肌の色もですねこう色々とこう,こうまあこうおぼろげな感じでファーッと塗り,塗り足していくわけじゃないですかその中にですね肌色一色だけではなくいろんな色を混ぜているわけですよねそれがこう引きで見るとあ,あ美しいって我々は思うんですところがですね肌というのは均質に肌色でパキッと描くもんだというふうにですね教わってる流派からするとですねなんかぼんやりしてる上でいろんな色混ざってる これがですね気持ち悪いって思ったらしいんですよ何これえー、女性のさこことここになんか緑混じってるよえここに黄色混じってんじゃんこんなのさ死体が腐ってるみたいなもんじゃないってものすごい悪口言われたんですってフランシ体だよ前回は印象でしかなかったし今回はフランシ体を出してるよそういう酷評をされたということなんですねそして買い手がなかなかつかないクソとね どうすんだ、ね、でもね俺たちの信じるもんがあるんだ第3回ね開催しましたまだ負けないぞねルノワールがですね「ムーランド・ギャレットの舞踏場」っていうのを書いたんですこれはねもうザ印象派もう、この第3回印象派の展覧会はこの印象派展覧会の頂点を極めたと言われる最高傑作が出たんじゃないかねムーランド・ギャレットの舞踏場ぜひ皆さんチェックしていただきたいんですけどもこれはですねその街のねムーランド・ギャレット、ね、広場のところでですね この,の、おしゃれな服を着たですね、紳士淑女がですね、舞い踊っているというね、まさにこの、余暇、外、市民、すべてが詰まっている、このね、豊かなるヨーロッパ、産業革命以降の市民の、この外での光の渦の中を、もう見よというね、このムーランドギャレット、むちゃくちゃいいんですけれども、ただね、やっぱり評価はなかなか上がらないんですね。 なぜだと。ねやっぱりこれどれだけ良くても、後世、だんだん認められるっていうね、新しいものってなかなかね、すぐには認められないし、認めたくない人たちもいっぱいいるわけなんですよ。ねそんな中ね、その後、4回、5回、6回、7回、8回まで行われるということがあるわけなんですね。ところがこの4、5、6、7、8、ね、いろいろね、もうここら辺から喧嘩しだすんですね。<laughs> ふわって書いてますけどね。 全然売れねえじゃなきゃ、この野郎って <laughs> 若手の中ででもですねもう喧嘩が起こるんですよいやお前がダメなんじゃんとかいやいや違う違うお前のやり方が微妙に違うから不和 <laughs> がね起こり始めてですね <laughs>、えー、4回目あたりからですね <laughs> もうルノワールが出なくなっちゃうんですね <laughs>、えー、ルノワール出ないとね <laughs> で5回目あたりからですね <laughs> そのモネも出なくなっちゃってですね <laughs>、えー、もうこれは印象派なのかっていう状態に一回なります その後ですね、そのモネ・ルノワールと違う一派のドガの方がですね、お、俺のやり方で行くみたいな感じになってですね、えー、ドガ中心の方が行われるんですけど、えー、それがですね、ちょっと規模が小さくなってしまったがために、七、えー、7回目でドガが外されるっていう, <laughs> もう、もう、その <laughs>、ね、これサロンと戦ってたんじゃないのって言いながらですね、内輪でもうこんなになっちゃってですね、それで7回目でですね、えー、このモネとね、えー、ルノワールが戻ってくるんですね。 で、また印象派っぽいなというふうになったんですが、えー、まあもうこれで一区切りだろうとなりまして、8回目はまた新しい、えー、次世代をですね、えー、入れてみるとか、そういうことをやってた。ねえ、その、走行してるうちにですね、俺1年ごととか2年ごとにやっておりますので、印象派っていうのはだんだんと浸透していく。そんな中でもですね、このモネとルノワールというのはですね、全く違う、その、経緯を歩んでいくので、 いろんな印象派いるんですけども、日本人ね、非常に馴染みの深い、この有名な、このトップ2、モネル・ノワールですね、の経緯をご説明して、これ面白いですよ。モネというのはね、あの、印象日の出で、水と光。ね、印象派の最も特徴的な、あの光と、モネは何を掛け合わせてたか。水なんですよね。最初っから水なんですよ、モネっていうのは。そうだ、水に揺らぐあの光。あれが一番美しい。これだろう。 上くべきものはと考えたモネがいるわけですよ。その上で日本趣味にもかなり傾倒しましたよね。ラジャポネーズ。日本ってのは面白いねと。こんな面白いデザインがあるだろうか。こんな面白い文化があるだろうか。これをヨーロッパで描くから新しいんだ。ね。そしてモネがもう一つ見出した自分の中のね、好みっていうのが連作ってやつなんですよ。これどういうことかというと、同じ角度構図のモチーフの絵なんですが、 何枚か時計、時間軸をずらして描くんですよ例えば積み藁藁が積んであるんですねファーッとね畑に藁が積んである牧歌的なところねそれが朝の風景と夕方の風景で日の光の感じが違うでしょそれを2枚並べて展示するほうほう同じものだけど光の当たり方だけでこんなに絵が違うんだということを はあ連作で面白い試みですよそれにハマって今度は「ルーアン大聖堂」というね教会を書くんですよ大聖堂をね同じ角度から書くんですけど今度は3枚ねね昼があって夕方があって夜があるみたいなねはあこの色の移り変わり、また美しい、ね、このモネがですね水と光そして日本趣味 そして連作この全てを集結させて取り憑かれていくのがスイレンなんですね。モネといえば「水蓮」それぐらい有名なんですがあの「水蓮」どうやって書いたと思いますここが面白いんですよ。モネはですねどうしても水そして連作日本趣味この全てをこう一つの世界の中に収めようとした時にですね彼は自腹でですね ももとと売ってた家があるんですけどそこに家を買ってそこをですね庭も買ってですねそこを日本庭園として自分が作るんですよ日本庭園を自分で作るんですすごいでしょうわー日本庭園を作ってそのね太鼓橋と言われるあのこうね特徴的なこういう橋でその日本の植物植えるんですよあの勝負の花とかねヨーロッパっぽくないもうまさに こう、柳が垂れてたりとか日本庭園を作ってそこに睡蓮を浮かべて描いたのが後の最高傑作睡蓮なんですそれまさに日本趣味と水と光その結集なんですよそしてさらにそれが連作になるっていうんだからこれはすごいですよねっハスのよねこう自分の匂いで書きまくってたんですねそして最後はあれしかないっつってですね国家に壁画を残したい 言ってですね、その第一次世界大戦の頃なんですね第一次世界大戦が終わって、ね、フランスが落ち着いたという時にです、ね、首相と掛け合うんですよ、すごいですよ、もうこの時はもうモネ偉くなってますよね首相と掛け合ってですね水蓮の絵を描かせてほしいと壁画を描かせてほしいと言ってオランジェリー美術館に二、ね、間大きい部屋四つのね、丸い壁。ね 丸い部屋があってそれを4つに区切ってですね全部をでで埋めるんですよそれを2つながり2部屋連作最大連作ですよ水と光と日本趣味の最大連作ですからもう全部を集めた最終道着ですよそれを国家に寄贈するというもうとんでもないですねあの、ゴールをー見つけたのがこのモネなんですねすすごいですよ、こののオランジー美術館の 画っつったらもう光と水とその日本の庭園をヨーロッパで描いたというもうこの古今東西のもう粋みたいなね人類の英知みたいなね自然の美しさみたいなねこれぜひねチェックして頂きたいなと思いますじゃルノワールどうだったか全然違うんですよね印象派のど真ん中といえばモネねっ言いました印象派という名前も印象日の出から来ているそれぐらいモネといえば印象派印象派といえばモネ もね、ね、で、ルノワールどうなったか、ね。ルノワールはね、第三回で、まで、第三回ですごいのを作って、第四回出ないでしょ。なぜ出なかったか。一つには、仲違いがあった、というのは言ったんですが、もう一つはですね。金に困ってたんですよね。金がない。何人かはですね、もうこの第三回で、もう金が続かない。だっての。 だってさ、このね、サロンに認められたら、お貴族から仕事がもらえて、スポンサーが、ね、っお金がもらえるわけじゃないですか。あの野郎と、ね、金が全てじゃないっつってですね、俺たちの芸術があるつってですね、始めたんですけど、売れないわけですよ。くそー金がないって,ってね、登場って言ったらね、ルノワー,ールはですね、しかし、この印象派の画家たちの中でも、最もですね、個性的な、 人だというふうにも言える。なぜかというと、モネとかね、それ以外の人たちは、より自然を強調して書いてたんですが、ルノワールが美しいのは、人ですよね。そうなんですよ。彼はモネの水と光ではなく、ルノワールの個性は女性と光なんですよ。女性の肌に映る光が、この世で最も美しい。これがモネと全く違うところなんですね。そしてまずは、ラフを書いたわけですよね。 そしてその次に踊る裕福な市民たちを描いたわけですよ優雅なあれこれサロン用の絵描けるんじゃないこうなってくるわけですね <laughs> 貴族たちの肖像が向いてるんじゃないこうなってくるわけですよで俺たちはさサロンとは違うんだよなとか言って「おいルノワールどうしたんだよあっ俺ちょっと仕事があるからスッとですね <laughs> <laughs> 描くんですよサロン用に絵を 貴族が喜びそうなタッチのですね貴族の美しい絵を描くんですよルノワールはそこでなんと評価されてしまうんですねおいルノワールね <laughs> こっちもいいもんですよ売る <laughs> わけですよおい反逆のあの印象派の中で唯一ですねサロンに絶賛された男それがルノワールだったんですよは だから、か彼らが、その、後に印象派としてですね、印象派っていうのは逆輸入で認められていくんですね。浮世絵に似てるんですけれども、印象派っていうのはその、ヨーロッパのフランスの方というよりは、むしろアメリカに渡って、面白いってなって、その評判を持って逆輸入で本国でも人気が高まる。なので、じわじわ、ね、後年になっていって、まあ、だんだん認められていった。という、だからまあ、まあ、もうでもうね、最後の方は評価がすごい高いわけなんですけれども、最初は反逆時だった。 逆輸入で、あ、すげえんだ。アメリカで大評判になってるらしいぜってなって戻ってきて、それでまあ評価を得たのがモネなんですが、ルノワールは一足先に国内でもネね、評を絶賛されてるんですよ。すごいですよね。それはそれで面白いですよね。この女性と光を描きました。そしてあの特徴的な余暇の戯れを描きました。じゃあサロンでも成功するじゃないかということで、貴族たちをこう描くようになって、裕福になっちゃうんですね。裕福になるんですよ。 だからもうモデルも選び放題ですしもう別に生活のために描かなくていいわけですから好きなもん描くかどうなってったか彼はですねモネと同じように自分の根源に変えるんですよ結局ねモネは水と光を描き続けたしルノワールはずっと女性を描き続けるんですよで原点ラフなんですよずっと裸の女性を描くんですよそれもねそれまで新しい技法で描くぞってなってたこの印象派から全く逆に。 サロンに行ったように全く逆に古典に回帰してですね古典の中でもラフがいろいろ描かれてるんですがそういうですねタッチで全然印象派とは違うこれ印象派のルノワールってみんなが驚くようなタッチの変遷を古典研究してですねもう何種類ものラフを描いていくとにかくラフだからね終盤のラフラフ三昧のルノワールはですね <laughs> あの、このこ序盤のねルノワールってのはお上品でしょで、綺麗な女性がねこうお洋服着てファーみたいなねそういうのでねマダムたちに大人気なわけですよルノワール上品みたいなね <laughs> 素敵ね後半のねルノワールねマダムに大不評なんですよ <laughs> あの、裸しか描いてないですからね、えー、し,しかもねルノワールはねどうやらふくよかな女性が好きだったんですねどん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 ねふ,ふくよかになってくるんですねものすごい豊満なラフがですねとにかく描かれるという、えー、晩年を見て ル、えー、ルノワールは幕を閉じるという面白いですね全然違うものをね追求するんですが原点はもう現れていたということがねこの二人の特徴なんですね光まばゆい光の中を駆け抜けましたねモネ、ね、ル・ノワールさあそんな中ゴッホがやってくるこれが面白いんですよゴッホは狂気の天才とこの宿の近くの畑ですね 自分で自分を撃つんですよバーンって,っても,うどんどんもう血だけじゃねえかお前とかねはぁーっお前銃で撃ったのかこんなバカなことしやがって